ヒバリは大丈夫だろうか。バカね、私のところに一人でのこのか現れるなんて。あ、なに、いきなり切りかかるなんて。半蔵の生徒は卑怯で品がないのね。またなんでそんなに慌ててるのよ。お前に構っている暇はない。私を無視しようってわけ。そういう態度に出られると意地でも構いたくなるんだけど。早くヒバリのところに行かなくては。よし、前しろ。聞いてよ。俺は急いでいるんだ。あくまで私を無視するのね。ふざけんな。私を無視する奴は絶対に許せない。ギッタギタにしてやる。何とでも言ってろ。俺はお前には興味がない。でもこっちを向かせてやる。仕方がない。野獣、正義のために舞い忍ぶ。野獣、舞い忍ぶ。Thank you.
本番。おっと、まったく、少しは私の話を聞いてよ。俺は急いでいるんだ。あくまで私を無視するのね。何とでも言ってろ。俺はお前には興味がない。だったら意地でもこっちを向かせてやる。仕方がない。野獣、正義のために舞い忍ぶ。追いかける。そして必ずこっちを抜かせてやるから。